南口駅舎宅北駅は北海道札幌市北区宅北6条3丁目にある北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は G09。電報略号は宅。1976年の単線時代の東、篠路駅と周囲約500メートル範囲。左が札幌方面。駅舎は現在のものが当初から建てられており。 自由通路の歩道橋が校内右側に設置されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成駅周辺は米探知が多い市の路の中でも農業開発が難しかった地域である。北海道勤労者住宅生活協同組合が1963年から沿線にひまわり団地を造成したことで 一気に宅地化が進展した。この盛況が団地のための新駅設置を請願し、当駅が設けられた。もともと、篠路駅の東に新設したことから、東篠路と命名されたが、住民の要望により以前から、あざなとして用いられていた、宅北に改めた。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。駅舎は北側にある。 総延駅管理の業務委託駅で、北口には、緑の窓口、自動券売機、話せる、券売機、自動改札機が設置されている。南口は無人であり、簡易自動券売機、簡易自動改札機が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は2553人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通りである。 駅前商店街は形成されていない。周辺一帯は住宅地だが500メートル余りで畑や牧場が現れる。東と南西には隣の駅まで住宅が連なる。東しのろ駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。